森林プロデューサー山中慎一郎の森林哲学、新しい森林浴、オロナギサチョ、5章4、企業の健康を支える森林浴の可能性。ここに、赤坂ため池クリニック院長の古谷英生先生、かっこ精神科医に講師として協力していただきと書かれている。これにはちょっと驚いた。その模様が2007年の、新聞記事がとして掲載されているので、2007年にこんなことをしてたんだと。まあ、場所は山梨県の清里高原となっているので、まあ、想像はつくかと。多分小野渚氏が NPO 法人日本森林療法協会の会員として参加していたところで古谷さんと知り合って、まあ、一緒になって2007年に、開催したのかと。ちょっとここら辺は確かではないけれども、でも2007年にこれをやっていたというのは、2008年から森林セラピストの、認定試験が始まるので心理セラピストになる前、小野渚氏がね。なので、日本森林療法協会の時代にも頑張っていたんだなと、そんな感じがする。ご危機迫る健康保険組合の挑戦、全国健康保険協会と取り組んだ森林浴プログラムと。これも実際僕も群馬県浦村森林セラピー基地で、視察に来て、ご案内したことがある。それを実際に、プログラム提供しているというので、おお、これも、2000何年かな、2017年か、やっているというので、すごいな。まあ、これも感心するばかり。医療費削減に期待される森林浴と。まあ、これも私と全く同じ。医療費を削減するために森林浴、森林セラピーは、素晴らしい、良いものじゃないのかという思いはある。そして6、森を健康にする山側のスモールビジネス構想。まあ、要するに森林浴の、やるには、まあ、フィールド、森がなければいけないということで、山主さんとか所有する山林なのか、もしくは、自分のものではなくて、森を借りるのかとかいったことが書かれているけれども、なかなかこのところは難しいものであって、あまり進めない。私としては進めない。私としては、もう、近くの公園でやるのが一番だと。浜松で言うと、浜松城公園だとか、佐鳴湖公園だとか、浜松市が管理する公園、市と交渉して、その公園の中でやらせてもらうと。それから、静岡県立の森林公園。これも浜松市にあるので、そこに交渉して、お願いして、まあ、実際できるようになって。でなおかつ、参加料もとっても、開催してもいいということで、それでもかなり私はこれには苦労して、まあある意味脅しみたいなことまでして、許可を取れるようになったと。まあここが森林プロデューサーと、まあ、いうだけの、ところでないと難しいかなと思ったりもする。5章はこれまで。